はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤミサトシです。さあ本日なんですが KC ファースト突破環境外デッキシリーズ、本日はですねあのディスコードのねあのユシケさんから教えていただいたウィジャバンデッキをね使ってやっていきたいと思います。これで突破したってすごくないか。あのクローラーギミックでね突破したのは確か2回前ぐらいにもあった気がするけど、あのウィジャバンデッキですからね、今回はねクローラービジャバンっていうデッキですね。いつもねユーシケさんねあの面白いデッキでファースト突破してくれるんで結構いつも楽しみにしてるんですけど、今回はギミック的にはいつものクローラーですね。あのデウスエクスクローラーっていうこの最強モンスターね、この最強モンスターを、なんとか頑張って特殊召喚しながら、墓地にね、ネクロフィアを落としてでバーストリバースとかで2000ライフ払いながら、ウィジャバンの効果、これね2000ライフ、以下の場合でさらに自分の墓地にダークネクロフィアが存在している場合、ウィジャバン の, あのスキルを発動できると、スキル5回目の自分のターン終了時に勝利できるよっていう効果ですね。これ最強スキル、これスキルの効果で勝利するってあんまりないので、デュエルリンクスこれくらいか、あとなかったっけ、ちょっと覚えてないけど、ウィジャバンくらいしかないんじゃないかな、あとエクゾディアとかあるか、まあ一応でもスキルの効果で勝利するのは多分これしかないんじゃないかなと思うんですけど、これを使っていくと。でこのデッキね、ポイントとしては勝ち筋なんですけども、全く相手のライフを削りません、全く殴りません、一回も相手を殴らずに勝ちます。相手のサレンダーかデッキ切れかウィジャバン、この3つ の, あの勝ち方のみを追求して、勝っていきます、はい、ギミックはね見ていただいたら分かるんですけど、一番強いのはやっぱりこのデグスエクスクローラーですね。環境に触ってる結構ね、このモンスター、裏側守備表示のこのモンスターが対象に取られたら、表側リバースしてそれを無効にして破壊できるよっていう効果ですね。例えばハーピーの戻される効果とか、あと狡猾とか、あのそういう効果は全部無効にできるよみたいな感じですね。で、リバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在すると相手の人のモンスターが発動した効果が無効にされるよっていうことで、あの例えばサンタードラゴンとかに相手にこれ出すともう勝ちなんですよ、ほとんど。あのもうモンスター効果でしかあの相手のモンスターを突破する手段がない中でこれを、リバースできればもうほぼ勝ちみたいなのがあるんでめっちゃ強いと、まあ、他にもねあのいろんなモンスターとか無効にできてめっちゃ強いんで、まあ、スキドレ内蔵モンスターみたいな感じなんで相手だけなんで、まあ、このモンスターをなんとかして着地させていくデッキとなっております。でギミックとしては、クローラーを頑張ってリバースしていくっていう感じですね、はい。見ていただいたら分かると思うんで早速ねやっていきましょう。この最強モンスターのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方ブラスラッシュシドさんですね、よろしくお願いします。このデッキの難点というか難しい部分がありまして、結構このデッキあのねまずそもそも殴って勝たないんで、あのすげえデュエルが長くなるっていう致命的な弱点があるんですけど、まず一つ目ねとあと結構リバース効果なんで割と除去には結構辛い、あのプレイング分かってる人は結構バックから割ってきたりするんですよね、それがちょっと辛いかなって。あ弱そう、そのバトルは弱い。おっとイカズ一族がいないか。さあクローラーデンドライトの効果と、さあダレアネモンスターの効果によってデウスエクスクローラーを墓地に送るぜ。これによってバーストリバースが生きる。基本的にあの勝ち筋はこの敵の勝ち筋はあのウィジャバンの勝利なんですね、かもしくはあの相手があの心が折れてサレンダーしていただくことなんで、まあそこまであのどのぐらい相手が先に心折れるか問題みたいなのが発生しますんで、とりあえずバーストリバース打ちます。でバーストリバース効果でデウスエクスクローラーを特殊召喚していく、はい。でこれによってちょっとまだいいや、でこうしといてでこうですね。でですねいきなりレビオニアは飛んでこないもんですから、とりあえずなんかレビオニア飛んできそうになってからあの表にすればいいと、デウスエクスクローラーを、はい、モンスターを召喚、はい、なるほどモンスター効果、なるほど。さあ頑張ってここの獣を引いたか。さあ獣効果もここを打っていいんじゃないか。砂漠の光、これ生物の傀儡のなんか海洋岩みたいな感じなんで、4枚目5枚目の生物の傀儡みたいなもんです。さあデウスレセプターの効果とデウスエクスクローラーがリバースした状態でフィード上に存在する場合、お前のフィード上のモンスターは全て発動する効果が無効にある。なんて強いんだ。さあつまりお前はこの3000という打点を単純に打点で突破しなければならない。
さあどうするプラスラッシュシトさん、レビオニアの効果もちなみに今無効になっているぜ。ちなみにそのレベル4のモンスター2体でランク4を立ってデッドリシーンやらダイヤウルフを使ってもその効果さえも無効になっている。デッドリシーンいいだろ。テキスト読めるか。さあプラシロさん、お前はテキストが読めるタイプの人間か、テキストが読めないタイプの人間か。デュエリストはテキストが読めない。そうデッドリシーンの効果を発動する。さあどうする、レウス X クローラーを対象に取るか。さあテキストを読まずに除外していく。テキストを読めておりません。ビリ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 そうなんですよ皆さん、デュエリストってねテキスト読めないんですよ。それも全然伸びは。さあで効果発動する必要もないよ、効果発動する必要ないよ。それレウス X クローラーのテキスト読んで、今すぐにな。これであのレビオニアも怖くないんで、あとはあのクローラーレンドライトでウィジャマンのコストというかウィジャマンの発動条件となる我が魂ダークネクロフィアを墓地に送ればいいだけですね。はい、援軍いいでしょう。さあ援軍効果でライデンを手札に加えていく。はい、いいだろう。もうこっからはもう作業ゲーなんだけど、多分ね相手の敵サンダードラゴンなんですけど、サンダードラゴンって基本的にはモンスター効果で突破してくるんですよ、こういうデッキを。あ、こういうデッキってこうあの盤面を、なんでモンスター効果が無効になってるんですよ基本的にね。まあ、スキルドローインみたいな、相手だけスキルドローインみたいな感じなんで、これレビオニア出てくるじゃないですかこれドヤ顔で出してくるじゃないですか。レビオニアの効果なんてね無効なんですよ突破できないですよあんなモンスターでは。このモンスターはモンスター効果発動、はい、でライデンリーの効果発動もういいよ、もう52要素。テキスト読めないマンの相手すんのつらいわ。さあライジュウリュウサンダードラゴンを手札に加えていく。そしてレビオニアの効果ビリビリしていく。さあどうするんでしょうか、この3000横抜けるんでしょうか。おそらく抜けないと思います。モンスターを召喚、はい、ライデンどうぞ、いくらでもいいですよ。あの因果切断を使う必要さえもありません。はいどうぞ。さあシンクロ召喚してくるんでしょうかね。もうなんかこの辺もなんかめんどくせえから早送りだわ多分な。さあバトルフェーズでやれ、なるほど、モンスターでいいですよ。でクロラーデンドライトでネクロフィア送っといて、はい。で、あとは、私のデスの5文字を揃うまでに相手がサレンダーしていただけるかどうかっていう話です。さあとりあえず脳死でカードを1枚セットし引かそう。まずは D の文字が揃っていく。デスの5文字が揃ったとき俺はデュエルに勝利する。その前にお前はサレンダーするだろうかな。せいぜいあがくんだな。なんか神ゲーなんだけど、なんか相手全然サレンダーしないんだけど、マジで。これもしかしてさ、これ相手もウィジャマンのこのデスの5文字を見たいみたいな精神状態になってるこれそんなことある、そんなことある、マジ。サレンダーしない人初めてだわ。君よく僕のこのデュエルに付き合ってくれたね。逆にどうやって突破しようと思ってたのか聞きたいけどね。この盤面 D E A G H デスハハハ、闇サトシの勝利、戻れピカチュウ。さあお相手の方ハーピーか、なるほど、カリバガ騎士カリバガ騎士のよ、とにかく。あでもデウス出せんのか、まあ、デウス出せんのはでけえな。このハンドはまあそこそこいいですね、まあ、あの生物の階段じゃなくて砂漠の光ですけど、まあどうせ割られるんで、カリバで。なんで、クローラグリアを、リバースさせることできるんで、一応ね、バウンスされる前に。なんで、リバースしてグリアが出せますんでね。グリアじゃねえや、デウスエクスクローラーが。グリアリバースすると、手札か、墓地からね、クローラーモンスターを特殊化できるよっていう効果があるんで、まあ、これでね、デウスエクスクローラーを特殊化していくっていう、まあ、そんな感じの、圧倒的支援行為を、ね、行っていきたい。そんな風に考えております。で、とりあえず対象に取る効果は意外と無効にできるんで、デウスエクスクローラー、はい。でそれはもう使わざるを得ない。はい、でパフィマ効果で砂漠の光効果
フィールド上の全ての自分のフィールド上のモンスターを全て表側守備表示にするというカード。さあ、まあこれは生物の傀儡の介護官なんだが、これによってグリエがリバースする。でパフューマーの効果によってなんか適当な魔法トラップが加えられていく。でグリア効果リバースした場合、手札から、できてねえや、墓地からクローラーモンスターを1体特殊召喚することができる。これによってデウスエクスクローラーとかいう最強の、史上最強の、スキドレ内蔵モンスターを特殊召喚していくぞ。これなんかそこはあるね、そこはなんだろうな、スワローズネストとかですかね。スワローズネストか、まあ入ってるとしたら聖杯聖装あたり。聖杯が一番辛いかな、多分聖杯が一番辛いです。バウンス効果チェーン裏側でウスエクスクローラーに聖杯が一番辛い。なんで聖杯入ってたらもう負けていいです。聖杯入ってたら負けていいです。聖杯入ってなかったら分かんないです。まだ言うてば月の種とかはね、あのいけるんですよ。月の種はなんとかなるんですけど、裏側にしてくれるだけなんで、まあそんなにまたもう一回効果使えるんでね、いいんですけど、これね聖杯が一番辛いかなといったところ。清掃とかはもうどうでもいい、結構。でハーピーレディどうぞ。はい、で狩場効果で狩場割るしかないといいでしょう。さあ何を出してくるかですね。まあ何出してきてもデッドリシーンだったら普通に表にして無効にするし、でハーピーで出してきて魔法カード発動してくるんだったらまた表にして無効にするっていうね。このデウスエクスクローラーは裏側守備表示の状態で対象に取られると、魔法トラップモンスターの効果でね、対象に取られると自身を表側守備表示にして、まあ、リバースして、でその効果を無効にして破壊するよっていう効果を持ってるんですよ。だから例えばこの状態でいうところの、まあ、例えばハーピーですし、これ打ってくるのかな、テキスト読めない人類かな、これ。あ、テキスト読めない人類か、もしくは聖杯持ってたらやばい。でデウスエクスクローラー効果でリバースすると、でそうすると相手の対象に取ったモンスターの効果が無効になり、ハーピー SC がぶっ殺されるっていう効果になるか。さあどうする、なんか速攻あんだよね。ここで速攻あるってことはスワローズネストではないと思うんで、なんでしょうね。月の書、あとは月の書ですかね。月の書入ってるかもしれないですね。月の書清掃あたりかな。あー月の書ね、はい月の書。まあそれはもう効果発動しちゃってるんで別にどっちでもいいですね。でこれ逆にありがとうだわ、逆にありがとう。なんかまた裏側にして対象耐性が得られたんで、まあ、それはそれで OK っていう。なんなら裏の方が強いですからね、デウスエクスクローラーは。対象に取る効果の場合はなんなら裏の方が強い。で3000普通に超えられるとやばい、単純に打点で。それが一番辛いですね、このデッキは。一応頑張って、メリットデメリット、まあ、強いところ弱いところ説明するとそんな感じ、このデッキは。一応デウスエクスクローラーを展開して、で、そのモンスターに対する相手の対抗札がなければ結構強いっていう、まあ、そんな感じですわ。はいどうぞ。まあ、スパインセットでいいかな、まあ、とりあえずあの月の書使ってくれたらでかいね。こっからはね結構作業芸にはなるんですよね、結構作業芸になるんで、もしかしたらまたいわゆる早送りっていう最強の戦術を使うかもしれません。相手もだいぶ貯めてきたねカード、これ結構怖いね、こんだけ癖あるとさすがに。まあ、バウンス効果は1回無効にできるとはいえ、なかなか結構ね相手のカード怖いですよこれ。コーカスか、なるほど、コーカス、はい。デウス、デウスと、とりあえずデウスの表にして無効にしていく。さあコーカスは無効になっていくが、これにチェーンすることはできないんでバウンスはできない。さあどうする、もう永続効果なんでデウスエクスクローラーは、まあ、スキドラみたいなもんです。スワローズネスト、なるほど、はい、なるほど、なるほど、モンスター効果発動、なるほど、まあ、とりあえず傀儡効果使って裏側にしとくべきなのかこれ、裏側にしとくべきか、一応向こうにはなってる、いや無効にしないか、これ無効にせんとこれ表側に置いといたら別にいいのか。これで結局、表になってるからもう適用されますよね、永続効果って。あですよねですよね、はいはいはい、 OK です。まあ要は表側にもなっちゃってるんで、あの永続効果なんでもうすぐに適用されるみたいな感じですね。モンスターを特殊召喚、はい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 。で
グライフさんは別に無効になってんでよくて、これあれだな、使っといて、これもう一回出しとこう。ですね、クリアさんを表側にしまして、で、クリアさんリバースして、で、もう一回のですね、デウスエクスクローラーさん出しますか。はい、でグライフ効果無効になっているクリアさん効果、さあクリアさん効果で、墓地からもう一丁デウスエクスクローラー2体目、はいかわいそう、もう無理だろ、これも無理だろ、これも無理でしょ、これ取っ払いきないと思うよさすがに。はい神ゲー、はい神ゲー、物分かりがいいクジャクマイさんでありがてよ。さあお相手の方、ジャックアトラス選手、よろしくお願いします。デル3倍俺のターン、リゾネーターもね、こんなに強くなると思いませんでしたね、個人的には。魔法カードボールリゾネーターを予想できなかったわ、この強さは。はい、でクリムゾン持ってきて、神の忠告あるとちょいきついが、忠告なければなんと、忠告が一番きついね。あとあのレッドリゾネーターデッキとか言いながら、レッドデーモンズ、レッドレッドダデッキっていうか、リゾネーターデッキっていうもののレッドデーモンズ全く関係ないのもちょっと腹立ちますね。このデッキね、エクストラデッキの中に入ってるのほんとベリアルくらいで、たまにね、レッドデーモンズとスカーレットノバ出てる人いますけど、ほとんど入ってないっていう。レッドライジングと、もう誰やねんモンスターである、ダークエンドドラゴンと、あとあいつ、レベル10のレベル8 の、インフィニティデスドラゴンしか入ってないんですよね。だレッドデーモンズはほんとベリアルのみでほぼ入ってないっていうのが、あ弱い、よしよし、いいぞ、そんなに強くはない相手。局所的ハリケーンされても一応砂漠で、デウス出るから、まあ死にゃしないでしょ、まだちょっと辛いが、ベリアルが一番辛いんですよね。打点で抜かれてるんで3500っていう打点が一番きつい。さあ局所的ハリケーンあるんでしょうか、あったら砂漠の光をぶち込んでいくしかないという話はありますけども、やっばやばい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 こと起きてる、ちょっと待ってちょっと待って嘘でしょ、嘘、何その最強戦術、お急に修羅起きるのやめろ、これやばいだろ、これやばいわ、何これ、どういうこと、強すぎない、ちょっと待ってちょっと待って、最強デッキつくのやめろって、なんだよそれ。